おはようございます。開店準備です。日曜日の朝、はい、あれ店開ける前からいる変な人が。店開ける前からはい、いつも一番乗りでありがたいですね。はい、まあでもまだ開店時間5分前ぐらいかな。あ、強いこれ。あ、当たったの。ゲッツ5パックで強い。すごい、ワード取れてますね。だって今日はいい日だ。はい、はい、じゃあそれ終わったらちょっとみんな来る前に一服しよう。お茶飲んで。日曜日でデュエルマスターズオープン大会、月に一度ぐらいねデュエルマスターズオープン大会やってるんですよ。普段はね小学生限定とかでこのデュエマフェスっていう公認大会やってるんですけど、まあ、月に一度ぐらいはこの大人も参加させてあげなきゃなと思ってこうにやってるわけです。はい、もう今夕方17時頃、もうそろそろ終わろうかな。あ、もちろんもちろん、はい。何の撮影するの？とりあえずドリームオーダー1本。いいね。はい、ドリームオーダーの対戦動画を撮ってください。はい、エースはこっちの多い方、そっち、その、うん、そこに入れといて。で、あと中村に書かせたらその手前の方が中村です。はい。頑張っていきましょう、まだまだ。はい、解決したんで撮りましょう。慌てたわ。今月が、この新しいうちのレジ、あの新しく買ったレジの生産初日だったわけね。で、あのキーの設定とかいろいろあのマッチにお願いしてたわけさ。で、まあ、それでいいんだけど、でじゃあ今日月締めで30日で生産しようかなと思ったら今日マッチお休みで、マッチがしかもイベントに出てて連絡取れないかもみたいな、どうやって月生産するかわかんないって話になって、で今マニュアルとか必死に見てたんだけどわかんなくて、たらマッチーから電話してきてくれた。助かった。はい、今日も無事に生産できそうです。よかったね。よかったよかった。では閉店間際の風景、いつものように、今日雨だね。まあでもね、皆さん欲しいって言ってた人、中村があ、みんなも買ってるんだな。はい、ということで皆さんありがとうございます。6月も終わり、ちょうど1年が半分終わったね。明日からもうね後半戦です。2024年後半戦が明日から始まります。明日から消化試合だ。本当今年の目標の彼女を作るについてはどうですか？違ったっけ？CS 優勝、 CS 優勝だ。あー、早くしなきゃ。え、まあ、2枚いってるんで、半月で。じゃあ、すぐだな。もう、あと1回。調子いいですよ。調子いいです。優勝。調子いいです、優勝してるべき。あー、それでいいよ、それでいいよ。しゃーなしも、ちょっと GP はちょっとあれだったけど。じゃあ、横浜で大活躍してください。そうですね。横浜の、浜の番長と呼ばれてきますわ。DNA の本拠地だから。そうだ。見に行かなきゃね。はい、そうです。はい、じゃあ、お疲れ様です。最強、頑張れ。エリさん。